はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録が無駄な方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらですね。シミックランプということで、あんまりねコーマを使ってないので、まあ、環境変わったし、そろそろちょっとコーマ触っていこうかなっていうことで、コーマ軸のデッキ作ってみました。はい、レシピの方が遺跡ガニが4、才能の試験が2、裕福な亭主が4、グレッチェン・ティッチビローが2、高所の追求が2、増強者の検討家が4、ひらめきの瞬間が4、クワンドリクスの栽培者が4、アールンドの典型が4、正解の大蛇、コーマが4、ストームジャイアントの聖堂が2、島が7、ハイドラの巣が2、森が7、ジュヒロの小道が4、進化する海、未開地が4ということで、まあ、コーマ、アールンドの典型を普通に打てる状況を作っていきたいなっていう感じのデッキですね。まあ、カニは威嚇用ですかね。はい。まあ、特に他にライブラリー削る手段ないので、本当威嚇用って感じです。あと、才能の試験は、コーマを潰せるカードをピンポイントでね、消していくためのカードです。あとは、まあまあ、ランプしたり、序盤しのいだりっていう感じですね。はい、さあ、それじゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、対戦相手が先行。はい。さあ始まりませんね。しまったな。基本地形フォーゴトンレルムのやつにしちゃったな。このなんか基本地形どうもねあんまり好きじゃなくて、このなんか文字書いててね、なんかあの特殊地形と見間違うんですよね。もっとシンプルでよかったのに。はい、7枚でキープ。まあ、この対戦終わったらまた入れ替えましょうか。234で土地並べていきたいですね。色は同じかな。ただ向こうこれを緑で出してきましたね。なんでしょう、人狼か何か出てくるのかな。さあ予言してきた。はい、グレッチェン・ティッチビロー、初めて使うカードですけど、まあ2マナ04なんでね、それなりのブロッカーになるかなと。あと4マナでカード1枚引いて、手札にある土地カード1枚を場に出せるというカードですね。
お相手めちゃめちゃ動かんね。相当動かん人ですね。まだそんなに考える盤面じゃなさそうですけど、まあじっくりいきましょう。なんだろう、時間いっぱい使う派の人ですかね。ギリギリまでなんか待って使ってるって感じですね。何のためにそんなことをするのかは謎ですけども、ターン終了。まあこういう人はもう全然動かないんでね、時間来ないとほっとこう。次の動画どうしようかな。デッキいろいろまだ考えてるんですけど、どうしようかな。ターグリッド使った黒のデッキまた調整して動画にしたいんだけど、まだちょっとね、そんなになんで、このデッキでもあれだね、あんまりこう飛び道具ないんでね、そこら辺改良点かなとは思うんですけど、すごいなんか時間を本当にギリギリいっぱいめっちゃ使って、なんとか時間かけてやりたい人なんですね。もう本当よくわからん。さあ島を持ってきて攻撃しない、まあ、攻撃してもいいんだけど、現地調査、ああそういうカードあるんだね。ちょっと除去ないカードだとこの片鎧の大群を止められないね。もう止められないところまで来ちゃったけど、まいったね。じゃあもう一度クワンドリクスの栽培者出して、森持ってきましょうか。ターン終了。なんかマイナス修正与える方法とかあったらよかったけどね、ちょっとこのデッキだと厳しいかな。さあコーマ、まあ、ここは殴っていいか、アタック。
向こうもコウマか。ターンもらいます。ここで先にタップさせといた方がいいのかな。まあいいか。さあドロに打っといた方がマシだったかな。結構微妙だな。そうだよね、そこに来るからね。まあ、とりあえず殴ろうか。3体でアタック。さあ残りライフは4。アールンドの典型。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあ進化する未開地から森持ってきます。ターン終了。さあお相手ゴブリンか。はい、裕福な亭主。ゴブリンではない。なんかややこしそうだね。向こうは3色、赤白黒。さあひらめきの瞬間、カードを2枚引く。はい、カード1枚出す。はい、島。はい、裕福な亭主。はい、予言。
ターン終了。さあ、2回1で島持ってきます。さあ、ウォゴンからドラゴン。はい、ブロックしない。さあ、コーマ。殴りますか。さあ、アタック。命取りの論争で亭主が一体やられる。さあ、ドラゴン殴ってくる。ハンドがね、5枚あるからね、なんかいろいろできそうだけど。だ、追放除去がないんじゃないかな。ドラゴンこれ使ってタップさせてほしかったんじゃないかなと思うんですけど。めっちゃ確認してるけど、どうなんだろうね。ただこちらもライフがね、もう10切ってるんで結構怖い。ギリギリ。わあ。まあでも使わない手はないね。どっちにしてもインスタントでやられるから。カレインタップさせに行くしかないよね。うん、これで何か除去飛んでくるんであれば、どちらにしてもどうしようもない。1枚来ましたね。厄介だ。うわあ、完璧だねこれ。参った。もう参ったけど、コーマ引いてきたね。さあ、コーマ。どうだろうね。アルノの点検の方が良かったんかな。はい、対戦ありがとうございました。さあ、どうですか。7枚でキープするけど、カニ。
カニからですかね。相手がなんか青タンのコントロール系だったら、カニで仕留めたい。イゼットか。ターン終了。さあ、森を持ってこよう。持ってこれない。はい、持ってきた。ターン終了。削れるだけ削っていくか。ターン終了。これがインスタントだったらめっちゃ強いんだけどね。まあそれはちょっと望みすぎですかね。先に土地出す。高所の追求。ターン終了。いや、かなり削れてきましたね。裕福な亭主。ターン終了。さあ、イゼットドラゴン、カニ一体の前に破れ去りますかね。残響させてカニ3体で一気に削っていくっていうのも面白いかもしれん。まあそれはちょっとイゼット相手には狙いにくいですね。フルタップしてりゃ別ですけど。さあ、クアンドリクスの栽培者、軽蔑的な一撃。でもこれも仕方ない。さあ、亭主1体でアタック。ターン終了。あとライブラリーが23枚。プリズマリの命令か。ここをちょっと追放しても面白いかもしれんけど。いや、もう追放するほどじゃないね。ラス1やん。さあ、黄金カノドラゴン。お、殴ってくるか。さあ、ターンもらいます。それではコーマ。
さあ、停止でアタック。ターン終了。まあ、もう一発殴られても別にいいですかね。ライフ回復していけるし。もう一体黄金化のドラゴン、まあ、これで発展食らってもまあまあそんなに。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。シミックランプということで、まあ、工作がないのがちょっとランプしにくいなっていうのはありましたけど、まあ高所の追求入れてみましたけど、まあ今回はあんま活躍する場面がなかったですかね。はい。まああとこのグレチェン・ティッチ・ウィーロー。これもね、ちょっと今回初めて入れてみたんですけど、まあまあ、そこまで活躍する機会はなかったですけど、まあコーマ4枚、アールンドの典型4枚ずつっていうね、この雑な感じが普通に打って普通に強いっていうね。まああと序盤の飛来心でね、遺跡ガニ入れてるんですけど、まあこことかで除去できたら使っていただいて、コーマとかの除去がないっていう状態がね、結構理想かなとは思うんですけど、まああとコントロールできたと本当これだけで相当削れるんで、相手にねプレッシャーがすごいですからね。遺跡ガニなかなか優秀なカードですね。はい。まあそんな感じでね、今回ここまでです。はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。